皆さん驚かれるかもしれませんね。この小さな郵便局の持つ意味を知ったら。ここはカナダ文学にとってとても重要で特別な場所です。プリンスエドワード島にあるこのキャベンディッシュ郵便局はカナダで最も愛されている作家の一人に大きな影響を与えました。その作家とは赤毛のアンの著者ルーシー・モード・モンゴメリーです。ルーシー・モード・モンゴメリーはプリンスエドワード島のクリフトンで生まれました。クリフトンは今ニューロンドンと呼ばれています。2歳になる直前、モンゴメリーは母親を結核で亡くしました。悲嘆に暮れた父親はここキャベンディッシュにいた母方の祖父母アレクサンダーとルーシー・マクニールにモンゴメリーを預けました。ここで少女時代のかなりの部分を過ごしました。マックニール家は3世代にわたってここの郵便局長を務めてきました。少女時代は家族や友達からモードと呼ばれていました。モードは郵便局長である祖父の仕事を手伝いました。その頃、のどかなプリンスエドワード島で郵便局は人々が集い、世の中の動きを知り、政治や噂話に花を咲かせるのに良い場所でした。マックニール家の家でもあったこの郵便局での集まりで、モードは自分の小説で活躍する多くの真実味のある人物のインスピレーションを得たのでしょう。メガネがないと見えなくて。確かにあなた宛てだわ。学校の教師をしていたモードは、祖父が1898年に亡くなると仕事を辞めて、祖母の世話をしながら郵便局の運営を手伝うためにキャベンディッシュに戻りました。志を持つ小説家として郵便局長の補佐は良い経験だったことでしょう。当時筆記用紙は高価な品で、マックニール家にはあまりありませんでした。書く紙をいつも探していたモードは、郵便局の請求書の裏に物語と詩を書き留めました。これは郵便局で働いていた特権だったかもしれませんね。モードが最初の小説、そして最も有名な小説を書いたのもこの時期です。赤毛のアンは1905年頃に執筆されました。モードは郵便局長補佐だったため、キャベンディッシュでは出版が断られたことには誰一人に気づかれることもなく、カナダやアメリカ中の出版社に原稿を送ることができました。後にモードは、出版を拒絶されたことを秘密にできる立場にいなかったら作家としての道を進む勇気が生まれなかったかもしれないと認めています。赤毛のアンは最終的に1908年に出版されました。いつも楽天的なアン・シャーリーが誕生したのです。ご存知のように、本はすぐに大評判になり、数多くの言語に翻訳されました。日本やポーランドなど様々な国で今日も愛読されています。あれよ、わかる？あれか。そしてこの郵便局が赤毛のアンに貢献したことは忘れられてはいませんでした。1970年代初め、キャベンディッシュ村は郵便局を建て替えることを決定しました。その際、赤毛のアンが生まれた地を記念することになりました。モードの家だった郵便局はかなり前に廃墟となっていたので、似た家を島の他の場所からキャベンディッシュまで移動して、元の場所からごく近い場所に移築しました。建物は補強され、新しい部屋が追加されました。内部も当時の様子を再現しています。ここは今も実際の郵便局として機能しつつ、歴史の展示をしています。この郵便局は世界中に名を知られ、カナダで最も愛されている作家の一人ルーシー・モード・モンゴメリーの作家としての一歩を手助けしたのです。